ロです。さあ、本日はですね、ちょっとね、僕最近テレビ買ったんですよテレビ良かったですね。そこでいろんなテレビを最近見るようになったんですけど、僕ずっとテレビ持ってなくて、理由は見ないからっていう、忙しくてそんなものを見ている暇がないからっていうのが最も大きな理由だったんですけど、最近やっとね、自分の仕事とか、いろんなことが、落ち着いてですね、沖縄もこの、閑散期に入ったわけです。沖縄はね、観光閑散期は、僕の肌感覚では、11月から2月ぐらいだって待ってたと思ってるんですね。11月から、3月もかな。が、僕は、沖縄の観光業は閑散期だと思ってるんですけれども、なので、それに乗じて沖縄っていうものを、媒体として、お仕事をしてる僕としても、だいぶ今は落ち着いた期間に入ってて、なんかちょっとテレビを見ようかなとか、ゲームしようかなとかで、僕最近なんかゲームに凝ってて、ゲームばっかしてるんですけど、そんな中ですね、テレビ見てた時に、沖縄ってこういうの、本当なの?っていうか、沖縄でこういうのよくなんか、ね、県民賞とかいろんなこの地方を題材にしたテレビでこんなこと言われてるけど、これって本当なんですかっていうのが何個かあって、あ、面白いなと思って、それをね、僕も沖縄行ってももう5年目ですよ。で沖縄大好きなんで、沖縄の地方の地元の人に話を聞いたり、いろんなこと調べたり、実際自分の目で見たり体験したりしてる中で、この今巷で言われている、沖縄都市伝説は事実なのか、それは、ただそれ事実なのか、はたまた誇張された都市伝説なのかについて、ちょっとお話できたら面白いかなと思って今日は話していこうと思います。結構いろいろね、用意しましたよ。ちょっと手伝ってもらいながら、ではね、ちょっとお話していこうと思います。まず1つ目、ウチナータイムっていうのは実在するのか。ウチナータイムって皆さんご存知ですか？沖縄の人はね、時間を守らないって言われてるんですよ。例えばそうですね、19時に、お酒を一緒に飲もう、だから居酒屋に19時集合ねって言って、19時に本当に来る人って多分ね、ほとんどいないと思います。なのでウチナータイムっていうのはね、実在します。これは本当です。でしかも誇張とかでは全くなく、本当に7時集合って言ったら平気で7時半とか8時とかに来る人いて、しかもそれもなんか、うわーごめんみたいな感じもないです、ういみたいなの入ってくる。で、それに対して結構、それって怒ったりしないのとか、それでなんか険悪な空気になったりしないのって聞かれるんですけど、これがね、ならないんですね。なんか、そういう人がいても、おう、ぐらいの感じなんですよ。あ、なに今日30分しか遅れてない、今日早くないみたいな感じの会話があったりとか、いうのがあるので、どちらのタイムはね、実在します。はい。次。沖縄の人は歩くのが嫌いって本当っていう。これはね、本当です。どれぐらい嫌いかというと、100メーター先にコンビニがあるとしましょうか。で、100メーター先にコンビニがあったら、大体の人だと歩いていくと思うんです。ないしは自転車とか。でも沖縄の人はね、車で行きます。僕もね、そうなりかけちゃってるっていうか、もうほぼなってるんですよ。100メーター先だろうが、もう50メーター先だろうが車で行く人がいる。沖縄の人はとにかく歩くのがね、苦手なんです。これ、理由としてはたくさんあります。一つは、沖縄って意外と勾配があるっていう街に。なので歩くのしんどいっていうのと、あと沖縄夏はね、日差しがもう半端ではないんで、そんなところに外に出たくねえっていうのとか、で、あと雨がいきなりバッて降ってきたり、いきなり止んだりする気候もあって、外を歩くっていうのはリスキーだよっていうのがあったりするので、沖縄の人が歩かない、これはね、本当です。はい。じゃあ次。沖縄は乳製品が高い。牛乳とか。これはね、正直ごめんなさい、わからないです。僕は牛乳とか乳製品を、とかを基本的に買わないので、わからないんですけど、知り合いにでも聞いてみました。聞いてみたら、すげえ高いって言ってました。50円ぐらい高いとか言ってたかな。らしいですよ。はい。次。沖縄は軽自動車を買う、軽自動車の値段が高いわ、本当は、これも本当です。これも本当で、軽自動車高いです。なんでかっていうと、需要がめちゃくちゃあるから。沖縄はね、超車社会。沖縄以外にもいろんな地方もそうだとは思うんですけど、沖縄も、例外ではなくですね、超車社会です。理由としては、やはりその地下鉄とかっていうインフラがないっていうこと。バスとかっていうのはあるんですけど、やっぱり
ちょっと小回り利くっていうと車になっちゃうので、車の需要が非常に高い。その中でも沖縄っていうのは基本、沖縄っていうのは貧困っていうのが結構問題になってたりとか、賃金が安かったりとかっていう経済的なね問題を抱えてる、県でもあるんですけれども、なので少しでも車維持費っていうのを安くしたいわけですよ。そうすると税金も、税金も安く燃費もいい、軽自動車が、売れやすい。なので軽自動車の値段がちょっと高いということだと思います。はい、じゃあ次、これはね歩かないにと同じなんですけどね、沖縄の人って傘をささないと本当っていう、雨が降ってても傘をささない、これはね、まあ、半分合ってます。傘をさすタイミングが遅いっていうのがあります。例えばちょっと小雨がパラパラパラって降るときあるでしょ。でそういうときって多分で今住んでらっしゃるのが皆さん例えば都会の方だったら、うわって言ってすぐ折りたたみ傘パッと持ってる傘さしたりとかってあると思うんですけど、沖縄の人はパラパラぐらいではささないこれなんでかっていうと乾くからっていう考えが多分あると思います。日差しが強くて本当にすぐ乾くんですよ。海とか入ってもそのまま海入ってバッて出てその辺、歩いたりしてたら本当に乾いちゃうんですよ。なので、刺さないし、あと傘持っていくのめんどくせえっていうのもあると思います。で別に濡れてもいいさみたいな感じなんですよ。なので傘刺さない、これは本当です。じゃあ次、ウチナーン中は海に入らないって、本当ウチナーン中っていうのはちなみに沖縄県民の方のことです。うちらんちゅうは海入らないのって、これはね、これも半分合ってますね。入る人は圧倒的に少ないです。我々移住者沖縄好きで、沖縄の海が好きで結局移住してる口なので、海はねめちゃめちゃ入るんですけど、うちらんちゅうの方は昼間、僕らが夏の昼間とかに日差しカンカン照りの中海とか入ってると、えやばみたいな感じの反応されます。なんか暑くないの、なんか日差しで痛くならないとか、暑いし日差しで痛くもなるんですけど、まあそれを超えて楽しいが勝ってるんで僕から行くんですけど、うちのうちの方は、いや海は夕方以降に見に行くもんだよみたいなまあね、気持ちはわかるんですけど、うちのうちの方はね海はねあんま入らないそうです。で、これにちょっとこう付随して、沖縄の海にうちのうちの方が入るときは水着着ないっていうのもあって、これも本当なんですよ。これは水着着ないって別に裸で入るわけじゃないですよ。私服で入る、私服で入る理由としては、え、なんで水着着るのっていう。私服で入って歩いて帰ったら乾くさ、みたいな。そうなんだけどね。まあでも、私服で入る人が多いということです。でも我々も、もう私服で入ったりすることも結構多いです。なのでなんかそっち寄りになってるのかもしれないですね。はい。という感じで、ちょっと何個か沖縄、あるあるというか沖縄都市伝説をお話ししてきましたが、どうでしょうか。あとね、何個かあるんですけど、一本の動画にするとちょっと長いので、これ次の動画で後半はお話ししようと思います。はい、皆さんも何か気になる沖縄のね、こんなん聞いたことあるけどこれ本当ですかみたいなのがあったらコメント欄ぜひお寄せください。直接お答えさせていただきます。はい、今回の動画は以上になります。さよなら。